プチャーチン、そして伊豆平田村における幕末の造船ということで、4回目をお送りしたいと思います。安政元年1854年の11月3日に下田で日露会談が始まったのですが、翌日の4日午前9時に下田で大地震が起きます。で、津波も起き、プチャーチンの乗ってきたディアナ号船が著しく損傷します。で、これを修理したいという、申し出がロシア側からあり、国際審議上これを断るということはできないのではないかということを、その川路の方も、幕府に申し入れ許可がおり、修理にふさわしい土地をということで伊豆沿岸を探した結果、伊豆の平田村がその地に選ばれました。11月26日にディアナ号は平田へ開港されることとなったんですが、翌27日に天候が急変し、風波に流され、平田対岸の駿河の国富士郡、宮島村海岸、田子の浦沖に漂着します。で、28日、乗組員はランチ、ボートを下ろし、上陸を試みたが、それを浜辺に集まっていた地元民が手助けしました。で、ここでは簡単に書いてあるんですが、ま、もう、村からも、たくさんの、住民が集まってきて、そのボートを下ろした際に、その村人たちも自分たちの、体に綱を結びつけて、そのどん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 そのボートが、上陸できるように手助けしたということが、記録に残っています。で、ここで簡単に、本当に簡単に言ってるんですが、実は、宮島村の人たちも被災民だったんですね。先の大地震で被災している状態にあったにもかかわらず、そのロシアの船が、見たことない船と見たことない人たちがいて、船を下ろそうとしているというのが分かった時、もうずっとそのどうするかなというのを見守ってたらしいんですけれども、海岸で。そのもう動き出したと同時に、もう動き出して手助けを始めたと。で、上陸してきた人たちはもう体が冷えているということで、自分たちの着ているものを、かけてあげたりですとか、まあ火を焚いて、で、彼らが食べられそうな、ロシア人が食べられそうなものを分けて、与えたといったことも、残されています。で、この下りにつきましては、まあ、プチャーチンと川路とのその交渉も含めたところもすべて、のようですが、伊豆の三島に日大の国際関係学部がありまして、そこの、研究室で、絵本を作って、その学生たちが絵とかも描いて、その紹介しているということを先日見たドキュメンタリー番組で紹介していました。で、ロシア語にも翻訳されていて、この友好の歴史を語り継いでいこうということが述べられていました。で、さらに今回の、動画の写真なんですが、これは、富士市の広見公園というところにある友好の像というもので、プチャーチンというと日本の漁夫だそうです。で、その日露和親条約締結140周年を記念した時にロシアから寄贈されたものです。富士市の先人の勇気と献身的な行動に対しての感謝の念と語り継ごうという思いがこの像に込められているということでした。で、さらに、ディアナ号沈んだ怒りっていうのは、昭和の結構、後の方になるまで引き上げられずに、魚の、網ですね、それを破っちゃったりとかすることもあって、まあ、実際そのディアナ号の怒りがずっと沈んでたっていうのは、当人の根っことかいう形で言って、地元民には知られていたということも、あります。で、その怒りも今、引き上げられて、また別の公園に展示されたりとか、またディアナ号もまた別の場所で、少し小型の模型で展示されたりとかしているようです。ちょっと概要欄の方にリンク貼っておきといと、おきたいと思います。さて、話をレポートの方に戻しますが、12月2日、沼津藩主、水野忠義の式で100隻余りの漁船に100人や、
漁師、ロシア人将兵らが乗り込んでディアナ号の曳航を開始したんですが、周囲による強い大波によりプチャーチンらは江ノ浦、沼津へ退避し、ディアナ号は巨波を巨大な波により転覆します。で、潜伏の上部が裂けて沈没します。で、これで、もう、修理どころではなくて、造船、そして、まあ、さっき言った当人の猫怒りも沈んだということです。で、500人の乗組員がいたんですが、もうここからは2班に分かれて徒歩で丸1日かけて平田に向かうことになります。で、カージの命を受けて、ヘダ探索以来応対をした、勘定組頭、中村為也だったと思います。この人が沼津藩から警護に200人を集めます。まあ、しかし、実際のところ、沿道では珍しい黒人の行進を見るために群衆は寄ってきましたが、まあ、危害を加えるものもなく、まあ、現代でも、伊豆の、方たち、とても、温厚です。まあ、当時もそうだったんだろうなって感じがします。むしろ昔ですからもっと温厚だったのかなって、ただ、珍しいもの見たさはあったんだなとは思いますが、はい。で、ロシア側も隊列を乱すものはなかった。造船が始まってからは、枝に通じる参加者の峠に臨時の関所が、設置され、厳重な警戒体制が敷かれたということで、ここで、枝村で、ロシア人たちの受け入れが始まり、まあ、お寺とか、あとその、まあ、地元の有力者の家とかに分けて、宿泊させたみたいですが、共同生活及び造船が始まることになります。それではまた次回。